はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。あ、今ね、環境で一押しのアゾリウスライブラリーアウトということで、さらに調整を進めてみました。まあ、ちょっとね、単発の除去っていうのはやっぱなかなか追いつかないんで、もう集団失踪入れて6枚耐性ですね、リセットガード。集団失踪2と太陽効果2と国別2ということで。で、あとはまあ、黄昏の凶楽とか、義勇希望とかで、だらっと粘りながらね、ここら辺で1回リセットして、まあ、そこからライブラリーをね、破壊していこうかなと。まあそういう感じのデッキになっております。さあ、それでは早速やっていきます。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。出していきます。黒か、エスパーか、ちょっと出しにくいね、ジェイスは。のターン終了。まあやりにくい。パターンもらいます。集団失踪、知らんカードだな。さあ、義勇希望でバウンスします。I have got new moves to teach you.あ、黄昏の凶楽、第三の道の創設。さあ、決定的瞬間唱えていきます。ターン終了。
must protect the people. おお、これは初めて見ましたね。アルケビオスへの進行。はい、サイドボードからカード持ってくるやつですね。インスタント操作にリストでは見てたけど、使われたのは初めてね。消えゆく希望で、あ、消えゆく希望、うん、まあ、とりあえずもらっとくか。最高の作りいいですね。さあ、フォローを倒します。そしてジェイス。For the sake of Phyrexia, I will keep watch. カード引きますか。I know where to find all the answers.さあ、決定的瞬間。さあ、引いていきます。これでターン終了かな。まあ一応立てとこう。わあ、そいつは嫌だな。嫌だけどしゃあないのか。どうやってこっからジェイス通すかだな。胸砕きの怪物は厄介だぞ。消された。やりたい放題だな。チェイス戻された。余裕ですね、向こう。さあ、ジェイス。
Phyrexia showed me the truth. Flesh will always lose. The knowledge we acquired is still valuable. I will shatter your mind. さあ、第三の道の創設。されたけっこう厄介。さあ、第三の道の創設。で通さないとダメなんだけど、ターン終了。虚空先か。信仰の繕い。さあ、次のターン8マナでジェイス2回打ってどっちか通ればという感じでしょうか。これで1枚使ってくれたらいいんだけどな。ああ、いいですね。さあ、ジェイス。難しいか。まあ、でも一回行くしかないね。難しいね。簡単には決まんないな。Remember your training.残りラフが4。構えられてるからな、どうしようもないんだよね。太陽光か。
さあどうする。多分1回しか動けないんじゃないかな。来ましたね。そう、多分1回しか動けないんじゃないかなと思ってた。さあこれでジェイスが通るんで、これで勝ちですね。ギリギリでしたね。危ない。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ第3の道の創設、決定的瞬間いきますか。相手は何だろうね。グルールか。ああ珍しい狼デッキだ。さあ黄昏の狂楽、ターン終了。あまり夜にしたくないね。さあ消えっきぼ、こっちはまだもらおうか。決定的瞬間。また黄昏の狂楽か。さあだっ、ターン終了。さあ決定的瞬間。おっと、なかなかしんどいな。先に倒すか。運命的不在。さあアタック。ターン終了。どうしよう。厳しいぞ。
さあ信仰の繕いで2枚捨てる。まずアリン倒しに行きますか。サダック。ブロックしてこなかったですね。チーチはブロックしてくるかと思いましたけど。ハーナとアレイナか。あ、しかしあとジェイス引いてほしいところですよね。これは強いね。とりあえず殴るか。さあ太陽光ターン知る。アーリン来ましたね。さあ、フィーチャー化させていきます。さあ、精神講師。サダック。さあこれでターン終了。さああと9枚。さあ信仰の繕い。ああジェイス来ましたね。さあジェイス。さあ9枚切削します。さあこれでターン終了。はい、対戦ありがとうございました。いけるか。消えゆく希望とかちょっと欲しいな。これはセレズニア、エンチャントかな。まあそこら辺太陽効果とか集団失踪とかで、まあ、思ったけど全然なんかイメージしたデッキと違うかも。毒がめっちゃ乗ってくる。まあでもクリーチャーデッキだね。とにかく集団失踪までいけるかどうか。いやまあでもこれ普通に毒殺される恐れがあるね。
毒殺が怖い。一気に毒が乗ってくる。サターン終了。とりあえず集団失踪で掃除していかんと。先へ行く希望。おお、タミオの保管か。まあまあ、でも痛いのは痛いけど、そこは我慢するか。めっちゃきついけど、ただ相手ハンドがもうないからね。増殖がどの程度あるかわかんないけど。さあ集団失踪、まあ、太陽効果もこれでもう確実に打てるんで、さあパワー下げていきましょう。ダニが出てきて、さあこれはありがたい展開ですね。さあ太陽光、サターン知る。さあ進行の作ろう。さあ決定的瞬間。サターンもらいます。さあテリシアの精神攻撃、さあアタック。さあ GSX8 でライブラリー削っていきます。はい、対戦ありがとうございました。これはどうなんだろう。消えゆく希望1枚でどこまで耐えれるの。うわ無理だ、これこれは死んだ。どうしよう。仕方ないか。まあもうそれは全然 OK です。さあ第3の道の創設、
消えゆく希望でバウンスしていきます。土地はいらないかな。墓地の侵入者嫌だな、すごくやりにくい。どうしようか。いやもう集団アシストを引いてくれると厳しいな。さあ信仰の繕い、さあ信仰の作る。どうする、こういくか。どうしようかな。ライフ削られたくないのに絶望将来あるし、うわーやばい、7点か、厳しいな、7点はきつい。さあ対応効果、サタン知る。どうにかなるのかこれは。ブロックもさせてもらえない。さあ進行の作ろう。やばいね、さあクリーチャーパートバックスのフォーム、ターン終了。いや厳しい状況は変わらんな。サダック、ターン終了。ジェイス引いてほしい。絶望将来引かれた終わり。向こうも絶望将来が欲しいと。おー
リディアナか。めっちゃきついな。まあ、これはまあもう OK。 次だね。信仰の作ろう。さあジェイスが来た。ちょっと待って、さあジェイス、これで15枚削っていきましょう。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。まず土地が欲しいね。さあターン終了。お相手は何だろう。青白緑毒かな。あ、ハントデッキか。さあ第3のうちの創設、1枚選ぶ。ドレイク、これでいいか。さあこのターンの相手の動き大事だね。さあこれはありがたい。大丈夫か今のライブラリーの削り方。さあタック、まあ向こうがアトラクサとか釣ってきたら面白いけど。ここでどうするかだな。さあ集団失踪。さああと18枚。ジェイスで15枚削れるから、まあもうあと少しなんですけど。さあ第3の道の創設。運命的不在。さらにライブラリーがね圧縮されていくと。これでターン終了。タイタンか。さあ戻しましょう。
まあ、これで勝ちですね。ライブラリー全部削り切れそう。さあジェイス、はい、対戦ありがとうございました。対戦相手が先行、7枚でキープ。まあ戻すか、とりあえず土地いらないかな。さあターン終了。さあ決定的瞬間、さあ消えゆく希望。まだ出てきますか。さあ信仰の繕い、ディアニカなんだろうな。まあ一回突っ込んどくか。アタック、ディアニだった、やばいディアニし放題や、やばい。しかもまだ国別撃てない、ピンチや。このパターンがすごい怖い。なんか出てきたぞ。まあそこら辺はそんなに。さあ黄昏の凶楽、サタン終了。ワンプラ持ってないんだね。さあブロック、さあ進行の作ろう。首が飛んできた。
ここだな、ここでどうする、まあ、とりあえず集団失踪行くか。さらに4枚削りに行こう。もうちょいだけど、なんかリアにしてきても特別で吹っ飛ばそう。まあ何でもどうぞ。あとはライフ的にどうかだよね。まあ、国別撃つ前にこいつで一回殴りたいのはある。集団失踪。はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ゾリウスライブラリーアウトということで、これ3回目になるんですけど、だいぶいい感じに調整進んできたんじゃないかなと思います。なんかいろいろと序盤のしのぎ方がなんかこう確立してきたというか、またね、あと途中から集団失踪と太陽効果と国別でリセット狙いに行くと。でなんだかんだやってる間にね、テリシアの精神壊しとジェイスでね、相手のライブラリーをね全部吹っ飛ばすという感じだったんですけど、結構ね、勝率高くなってきましたね。まあ他のデッキでだいぶ落としたんで戻すの大変なんですけど、はい、まあそんな感じでね、ライブラリーアウト好きな方はぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。